信じられないあ、もしもしあの、ぜひシェフの方とお話がしたいんですかはい、わかりました ありがとうございます、はい、非常に美味しい料理でどこで修行を積まれたんですか出前やのに呼ぶなシェフ非常においしかったです出前でシェフ呼ぶなうんなんだろうそんな暇ちゃうねん味が立体的なんですよね表面的じゃない,い苦情かなと思ったうんなんだろうななんかこのヨーロッパの草原を思い浮かべるような店でやれ非常にいい経験を進めま続けるな 食べたこと経験って言うな。これがあれば旅行いらずだ。そんな暇ちゃうねん、マジで。いやー、本当に、感動で胸が痛い。何個感想あんねん。美味しかったですだけで絵はわ、せめて。なんだろう、三次元なんですよね、味が。何やねん。<laughs> うん。やはりこの。旅行行ったって伝わったでしょ、三次元は。奥行きがあると言いますか。似たようなこと言うてんねん、ずっと。これは食事じゃない、体験だ。うん。 だから旅行で言ってたんや、ね、旅行行った気分や、みたいな。旅行いらずだかこ。この年でこんな素敵な体験をさせていただけるなんて、本当にありがとうございます。お前20代やろ。非常に美味しかったです。何歳か吐く女性。それじゃあ食事の方を続けさせていただきます。ありがとうございました。おい。マジで苦情感も適当そうで来たわ。いや、そんな苦情なんてあるわけないじゃないですか。苦情ネギは使ってるかもしれませんが。おもんないね。<laughs> 20代のボケちゃうぞ、うお前。 口の吹き方20代ちゃうぞ、お前。ありがとうございました。何や、普通のワンルームマンションにんで。非常に美味しかったです。鍵は開けときますんで。びっくりした、どう開けっぱなしやったから。また聞きたいことがあったら、呼ばせていただきます。聞けへんて。マジで。お前、出前やのにシェフよくない美味しい言うて。本当に美味しかったです。やはり、こういう感動的な体験をした時は、ぜひシェフとお,お話ししたいんですよね。はい。シェフの顔が見れてよかった。高級店でやれ。 うーん、うちの店行こうよ、ほんで。美味しい料理を作る。バリバリ俺、ガラス張りのキッチンやから。見えんぞ。いや、でもさすが、このような料理を作る面構えをしてらっしゃる。失礼な、なんか何や、面構え。うん、20代でさ、思うな、<や>そこまで。<laughs> 料理にそこまで、なんか深入りすんな。<laughs> 立体的な料理を作る面構えをしてらっしゃるよ。空腹満たすためのだけの飯にしとけ。ありがとうございます。何やねん。またソースについてお伺いしたいので、後ほど。今聞け。 う一お伺いさせていただきました。おめ何や思ってんねじゃあ、このソース。あいや、それを聞きたかったんですよ。じゃあ、じゃあ、どう、ただ、大体何やと思ってんの,の全て堪能した後に、もう一度お伺いしたいなと思ったります。めんどくさいって。また、1時間半後によろしくお願いします。来るか。店忙しいねこっちはこっちで。はあ、さすがだ。そら、お忙しい店でしょうね。こんな立体的な料理を出すんだから。チェーン店やからな。厨房に入ってるでも、やはり理想的な面構えですよ。面構えっていうな。ありがとうございます。ほんま、むちゃくちゃやぞ。 出前でシェフを呼ぶって。お気をつけて。その、俺の声って聞こえてんのありがとうございます。だけど、キャッチボールしてる気せえへんねんけど、会話の。じゃあ、続きをいただこうかな。続きをいただこうって何やねんうーん。涙が出るよ。<laughs> こいつ。え、ドア開けっぱなしでいいですかあ、構いません。また来ていただきますから。でも、ドア開けっぱなししてたら、この廊下の人が渡りづらそうになってますけど。まあ、仕方ないですよ、それは。なんではい。 シェフの方が入りやすくしてるんで。う <laughs> ここ出前してんねん、こいつ。はぁ、あ、これは旅行だよ。<laughs> ああ、僕ですかグルメです。まあ、いろんな料理を食べて、いろんな体験をしています。そういう時は必ずシェフに話を聞くようにしています。まあ、自分が感じたこととシェフの話を照らし合わせて、概念が覆ることがあるんですよ。ちょっと待ってください。 あ、もしもし、あの、はい、シェフの方来ていただきたいんですかはい。はい。はい、非常に美味しかったです。ブラボーです。出前やのに呼ぶな。本当にありがとうございました。いい仕事をしてらっしゃる。またお前か。ほんで、いい仕事をする面構えをしてらっしゃる。面構え言うな。なんでうちの面構えに、ブラボー。 何気づかへんのお前って思う。面構えに拍手。一人 <laughs> 失礼やつ <laughs> 20代やろほんでお前。19です。失神しそう思うな。20代を、これから迎える20代を、存分に楽しみたいと思います。ベロペラペラやろ。何食ってもうまいやろ。腹減ってたら。非常に、爽やかでした。爽やかもヨーロッパの爽やかな風を浴びたようでした。ありがとうございます。どこがやねん面構えにブラボー。どこがやねん あなたのような分厚い面構えの人に料理を作ってもらいたいんです。カツカレーうどんやぞ、お前。19やから、モルモろ食うだけよこれで、なんの風ってすごいな、カツカレーうどんで。素晴らしいです。腹減ってんじゃな。爽やかなヨーロッパの草原の風。カロリーで言うたら1400キロカログラんで。マジで。そうですか。腹パンパンシ。スープ全部いってるやん。私も。頭がぼーっとしてますので、<laughs> お気取りください。カツカレーうどん食うからやん。 お、ください。カツカレーで止めたけって、何や、カツカレーうどんって。ありがとうございます。すごいな。よし、今から昼寝タイムです。ぜひ、読んでください。わー。すごいんだから。わー。斜めなんだから。酔いそう 酔っちゃいそう。僕、もう酔っちゃった。僕はもう入っちゃった。ネタサロンに。ええ僕は酔っちゃった。そう、自分に。かっこいいんだから。みんな、ネタサロンに大集合ジャルジャルタワー